こんにちは、マハロです。iPhone とか Android とかで、まあ、YouTube 通常見てますよね。例えば何か他のことをしたい。例えば LINE を打ちたいとか、Facebook を見たいとか、Twitter を見たいとか、あとメールを打ちたいとか、ブラウジング、サイト見たいとか、ブラウジングしたいとかってことがあると思うんですけど、その場合、YouTube のアプリを出したまんまにはできないですよ。バックグラウンドで音楽だけ聞きたいとか、バックグラウンドで番組だけ聞きたいって時ありますよね。YouTube の純正アプリを使うとそれができないんですが、実は裏技があったんです。それをお知らせします。はい、では iPhone で操作をする方法をお伝えします。まず YouTube 通常に開けてみて動画を再生してみます。こんにちは、マハロです。今日はこうやって動画が流れるので、海についてお伝えしたいと思います。ボタンで閉じてみても結局何もバックグラウンドで動いてない状態ですよね。今度はサファリを開けてみます。サファリで YouTube の URL を開けて、あらかじめ貼ってあって、それを再生すると。こんにちは、マハロです。今日はアロハ、サファリでも再生できますよね。でまた閉じるとなんか再生できそうじゃないですか。でも押すとミュージックに変わってしまうんですよ。再度サファリを上げて、左上の AA のボタンを押してください。そうすると下にウェブサイトの設定というところ、それを押してデスクトップ用のウェブサイトを表示、そこをオンにします。そうすると画面がですね、パソコンの画面になりますよ。マハロです。でまあこう再生できるんですけど、そのまま今度閉じます。動いてるのを確認して閉じると今度出てくるんですよ、再生ボタンが。そこを押すとこういう形でですね、全てバックグラウンドミュージックとして YouTube の音だけ出てきます。インスタを開いてみます。インスタの画面開いて写真をこうセレクトして見てみても問題なく見れます。それでバックグラウンドでこうやって流れています。ちょっと画面戻ってみてですね、触りの画面戻ってみて喋ってます。こういう形でございます。2つ目の L、 この裏技的テクニック、とても使いやすいので活用してください。